皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。さあというわけで皆様、我がうかレイズチャンネル、まあ我がっていうかそうだね、僕と、私レうかと、そして相棒のレイ君、二人でうかレイズだね。だから我々うかレイズのチャンネル、登録者数700人突破ありがとうございます。ちょっとまああの700人突破した途端にね、ちょっと動画出せなかったんですよね。ちょっとすいません、あの僕の方がですね、ちょっと大学の試験期間ということで、しばらくこうパソコンいじれなかったんですよね。申し訳ございません。さあというわけで、これからもね、700人を節目にして、もっと、動画の、こう、質のね、向上とか、頑張ってやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆様、これからも、うかレイズチャンネルをよろしくお願いいたします。そうだね。本当にでも、あっという間だったね。なんか急に伸びてね。ありがとうございます。本当にいろんな方が、毎日結構ね、こう、誰々が登録しましたって、通知が来るんですよ。だすっごいね、そのたんびに、うわ、嬉しい、もう、うわー、みたいな、なんて言えばいいのかな。言葉にできないんだよね。だからこう、時々こう、なんかメールチェックして、で、来るんですけども、やっぱりね、あ、こうなんか見てくれる人増えたと思ったら嬉しいですよね。まあ、チャンネル登録してない方もね、もちろん見てくれてると思うんでね。お前ありがとうございますっていう感じなんでございますが。さあ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 、まあ、ね、そんなことは置いといてっていう表現は絶対良くないと思うんだけど、ついにもう夏真っ盛りでございます。もう、野球ファンなら、もう待ってる。イベントがありますよね。そう、全国高校野球、失礼、全国高等学校野球選手権大会、通称甲子園ですね。はい、今回第98回ということでね、すごいですよね。もう、一世紀ですよ。98回だよ。98回目。まあ、ちょっとやんなかった年を考えたら、これ結構実を言うともう、101年目なんですよね。だよね。2016年で。これ第1回がですね、実を言うと、1915年ですね。全国中等学校、優勝野球大会ということで、豊中球場というところでね、今甲子園じゃないんですよね、時はね。その時に、第1回が行われまして、で、そうですね、甲子園、今の、阪神甲子園球場に会場が変わったのが、1924年の第10回大会ということで、いやーもうでも、すごいよね。第1回が1915年っていうことは、今年が2016年だから、101年前だよ。すごいよね。まあ、それちょっとまあ、残念ながら、なんでしょうね。こう、戦争とかあって、ちょっと、まあ、ちょっと中止するっていう時期があったんですけども、にしたってね、もう100年続く、もう、イベントですから、これはもう皆様、第100回も楽しみですし、まあ何より今年の夏はどんなイベントっていうかね、イベントっていうとちょっとなんかパワプロのサクセスやってる感じになっちゃうんだけど、やっぱりね、どんなドラマが生まれるのか、非常に楽しみでございます、皆さん。というわけでね、僕は一応ね、ちょっと、まあ生放送見てくれてる方はちょっと知ってるかもしれないんですけど、甲子園のね、開会式とか、で、1日目ですね。ちょっとね、行ってきて、見たいと思います。なんでね、まあ、なんか、こう、ツイッターかなんかでその写真かなんか、あるいは動画をね、ちょっと、出せればなーっていう感じで、頑張って撮っていきたいと思いますので、まあ、皆さんもぜひ、一緒に、甲子園楽しみましょう。まあ、そこはまたね、また別の話になりまして、プロ野球。ね、今、プロ野球もの、後半戦入りましてね。いやー、ヤクルト。我らがヤクルト頑張ってくれ。いやーもう本当に頑張ってほしいですよ。でもね、最近すごいいいことがあったんですよね。こう今更この、ね、これをネタにするかどうかっていうのはちょっと迷ったんですけど、やっぱりね、吉典の復活でしょう。ね。いやー、もうもう当時はだから、中田からかわ、そして佐藤吉典みたいなのね、この3人。いやーもうこの3人、当時ね、ドラフトでビッグ3なんて呼ばれてね。確か、当時の、ヤクルトの監督、古田敦也さんが、最後に引いたドラフト1位の、くじで当たったんですね。だから要は、古田監督の置き土産みたいなもんでね。いやーもう当時は最速161キロなんつってね、すごかったんですけどね、ちょっとやっぱ怪我に悩まされてしまいまして。でもまあやっぱりね、こう、ヤクルトファンとして復活は本当におめでとうっていうか、ありがとうって感じですよね。いや、ぜひこういうね、こう、もうヤクルト、もう今最下位ですけども、まあ、今僕この動画上がってる時いつかわかんないけど、まあ、ここからね、その、吉成と復活とともに、
もう去年優勝したんですから、そのヤクルトの復活も、ぜひ期待していきたいと王者ありませんか。というわけでね、まあいろいろありましたが、これからもうかレイズチャンネルをよろしくお願いします。長らくご清聴ありがとうございました。それではまた明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。